はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、皆さん死者蘇生というカードをデュエリストであればね、まあ、必ずねこのカードを使ったことがあると思うんですけれども、これ自分または相手の墓地のね、モンスター1体を蘇生できるよっていう最強のマジックカードなんですが、デュエルリンクスにはですね、なんとですねこのカードを確定でドローできるスキルが存在してるんですよ。これすごいことなんですよね。ディスティニードロー死者蘇生というスキルを皆さんこれご存知でしょうか。最近ですね、あの実装になったスキルで、主人公まあ優勢とか、まあ優也とか勇気とか主人公キャラクターだと使えるんですけど、ねこのカードを確定でライフコストでドローできます。はい、自分のライフポイントが2500以下の場合、自分の通常のドロー前、このターンの通常のドロー1枚はデッキ内の死者蘇生になると。で、相手のフィールドに攻撃力3000以上のモンスターが存在する場合は、このスキルはライフポイントに関係なく使用できるよっていう、そういう感じなんですけども、まあ、聖眼みたいなモンスターがいればね、普通にドローできるよっていう、そういう感じなんですけども、このディスティニードロー死者蘇生を今日は使って、勝っていきたい。これをなんとかして救っていきたい。正直、これ、ディスティニードローでいいんですよ。めちゃくちゃ、その、本末転倒のこと言いますね。これね、スキルディスティニードローでいいんですよね。そうしたら死者蘇生以外にも引けるんで、一応このデッキ、このスキルのリテインは2500以下の場合っていうだけなんで、まあベイルとかそういうのを使った後でも使えないし、ライフポイントが2500以下の場合だから回復しちゃうからね。だからかなり難しいんですけども、今日はじゃあどういう風に使っていくかっていう話なんですが、私いろいろ考えていろんなデッキを試しました結果、今日のね、デッキこれです。まやかし、これね相性いいんじゃないかなと思って使ってみたんですけどもね、いろんなデッキ試したんですけど、やっぱねこのモンスターたちが一番やっぱ墓地から蘇生した時に、まあ、効果が発動できて強いモンスターなんですよ。例えばヨーコだったら墓地から蘇生できたら相手のモンスター1体をね選んで破壊できるよっていう効果、あと天狗だったら魔法トラップカードを選んで破壊できるよっていう効果があるんで、こいつらの効果をまあ基本的には使っていきたいっていう、そういう感じですね。で相性がいい点がもう一個あって、あのね、雑魚モンスターが出るからね、ライフポイント削れるんですよ。これ進化をしていると、例えば最終盤面で、麗しのまやかし、ヨーコ召喚して、ダッキが特殊召喚できるんだけど、普通さ、これ守備表示するんじゃん。みんな特殊召喚するときに。ダッキを攻撃表示に特殊召喚しておくと、結構1500ダメージくらい受けれるんですよね。意外と。そうすると、ダッキくんの1000っていうクソ雑魚打点が生きてきて、ディスティニードローシャツできるんですよ、次のターンに。で、墓地から蘇生できるっていう天狗とか妖狐を、これがねワンチャンあると思ってデッキ組んできました。ギミックはまあまやかしのギミックなんで、まあ、普通に3シンクロから3579ってやっていく、ギミックなんですけれども、やっぱ召喚、まあ、真空召喚を阻害してくる、例えば月の書とかああいうカードがやっぱめっちゃ辛いし、あとシンプルに先行で妨害してくるようなハーピーとかああいうのめっちゃ辛いんで、まあ、月の書とか清掃とか、まあ、サイクロンとかこの辺でなんとかしていくしかないんだけど、やっぱり、ね、枠がきついねこのデッキは。はい、というわけで、早速ねこのディスティニードロー死者蘇生っていう最強スキルを使って最強の動きをね見せていきたいと思います。デュエル3倍。さあお相手の方、カニ頭くんよろしくお願いします。デュエル3倍。あ、オッケー。先行で、シンクロできれば最強、先行でシンクロできれば最強ですよ。知らないの影物の効果発動、影物をリリースして、デッキより麗しのまやかしダッキを特殊召喚、そして、まやかしモンスターが存在する場合、氷のまやかし雪娘は特殊召喚できる。で特殊召喚成功した場合アンデッドするモンスターを墓地に送ることができる。妨害あるんでこれちょっと妖刀でいきましょう。で俺は2体のモンスターで新境召喚、マトリオシカ式新境いきます。こっからはマジで長いんで、早送りします。そして、ダッキからの、はい、これ攻撃表示ね、これ攻撃表示にすることによってこいつを殴らせるシステムね。これがね絶妙にこのスキルと相性がいいんですよ。2500以上で殴ってくれれば、この多分さ、これダッ、何麗しの陽子くんってさ、これあれじゃん、2900あるからさ、まあ相手殴りづらいじゃないですか。しかもなんか破壊されたらあいつ出てくるし、天狗がだからこれ多分1000殴るんですよね。そうすると1500ダメージ受けれるっていう、
はい、いいです。まあいいでしょう、まあ、月のショーはなんか使えそういるかもしれない、いいでしょう。これブルーアイズってことは2500とか3000くらいのモンスターが出てくる可能性があるっていうことですね。イニシエのルールいいんじゃない、ワンチャンあるぞ。これボッチ効果止められるの嫌だから、これちょっとさすがにシンクロは阻止しよう。シンクロ阻止するのは決定したな。これはねチューナー裏返そう。チューナー裏返します。チューナー裏返して、でこれで3000で多分これ1000殴るよね。俺だったら1000殴るよ。これ1000の方を9、あのこの2級の方を殴ると、あの墓地から天狗が蘇生してきて後ろ割られるんですよ。これ嫌じゃないですか、相手的に。だからこれ多分ね、これ1000殴るんですよね、普通だったら。これテキスト読めない原人類だと2900殴ってくるみたいなことありますけど、これ多分普通に多分これ殴ってくると思うんだよな。絆の力、あですよね、絆の力性がいいだろう。スキル掘ってんのかな。でとりあえずこれ陽子じゃないでしょ。ダッキー殴ってくれ、頼む。ダッキー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 殴れ、ダッキーダッキーを殴れ。お前は行け、よし来たぞみんな、来たぞみんな、最強スキル見せつけてやるからな。俺のエンタメを見せてやる。ディスティニードロー死者蘇生、このドローが全てをかけたデスティニードローとなります。見事引き込めましたらご喝采。うおー、うわー、死者蘇生発動。死者蘇生の効果により冥界の扉を突き破り、蘇れ翼のまやかし天狗を特殊召喚。天狗が特殊召喚成功時効果発動。相手のフィールド上のセットされている魔法トラップカードを1枚を選んで破壊することができるぜ。選んで破壊せずに、まあ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 いいでしょう。これは完全に踏めましたね。せずにいいだろう、いいだろう、オットアイズアドバンスいいだろう。バカめ、まだ俺は手数を残して知らないのか。天土雄の効果は発動しない方がいいんじゃないか。これは発動すると出てきちゃうから意味ないな。いいえ、土雄の効果は破棄させてもらうぜ。そして俺は墓地に存在する妖刀シラヌイの効果発動。妖刀シラヌイの効果により毒のまやかし土蜘蛛を除外し、現れよまやかし神シラヌイ。そして俺は麗しのまやかしダッキを召喚。まやかし神シラヌイの効果発動。墓地よりシンクロモンスターを除外すると相手のモンスターを選んで破壊しながらなんと打点もアップするぜ。行くぜバトルフェイズ。これ何出せんの、あああれかドラッコンか、いいや、行けトゥトゥトゥおよそ最強ムーブになったか。さあお相手の方、僕のターン。なるほど龍一ですね、このハンド的には。なるほど龍一といったところ。まあね、一番きついのはその裏返されることで底なし落としやるとかが一番きついですからね。まあちょっとドッキュー舞台とかに入れればね、なんかなんとかなるとは思うんだけど、ちょっとね入れてる枠なさすぎ問題が発生してまして。はい、暗黒騎士ガイアオリジン OK です。オリジン弁当きたで、龍騎士ガイ一体の位置 OK。 いや月の章で止まってくれるかどうかだなとはあの癖カードなんなのか問題なんですよね。走破するかい OK。 高校がやっぱ弱いっす。ちなみにこの時はやっぱ妨害がどうしてもやっぱ先行で1枚から2枚は構えられる、まあ、環境だと思うんですよ今。だからまあその妨害を乗り越えていける、テーマであればなんとかなるとは思うんですけども、このデッキね乗り越える能力はないんですよね。そんなに都合よく、まあ、サイクロンとかね清掃とか引ければ次のデッキトップでいけますけども、これサイクロンして相手のバック割って月の書で後ろ裏返した後に展開とかできればいいんですけど、それができればねどんなに苦労しないことかっていう話はあるんですけれども、まあ、とりあえず1号外のこの龍馬同期士ガイアは裏返すしかない。破壊されたらたまったもんじゃないんで、モンスターを何もできずに死んでいくみたいな話あるんで。2枚もあんの、2枚もあんのはつらいね。まあ、月章でぶち込んでいくしかない。月の章ぶっ込んで相手のモンスター裏返すしかない。
はい、でこれで人影展開するしかね人影展開モンスター効果発動。ああ月の章破壊するってこと、それ効果発動する必要ある、それないと思うんだけど効果、まあいいや、はい、でだな、まあとりあえず影物召喚はどうすか、なんかありますね、はい、当たり前になんかある、当たり前すぎになんかある、で修羅類の影物の効果、リリースすることによって守備力ゼロのアンデッド族チューナーをデッキから召喚することができる、でまやかしモンスターが存在する場合手札から、雪娘の効果を発動して特殊召喚をすることができる、で特殊召喚に成功した場合アンデッド族モンスターを1体墓地に送ることができる、これはもうマジで助けるとかガチで意味ないからこれ落とすしかない、でレベル1の雪娘にレベル2のダッキをチューニングしていくしかない、なんかシンクロ召喚は通ってる、なんだろうあの伏せカード、フリーチェーンだと思うんだよね、これ聖杯とかですかね、聖杯とかだと確かに影物に打つ以外にあんまり意味ないなっていう話あるけど、でこれあとはマトリョーシカですから、これまた早送りタイムですね、これ早送れんのかな、これ早送れる、なんかゴリゴリ通るんだけど、あれ何あの癖カードだっけ、とりあえずちょっとヨーコまでは行けそうなんですけど、なんかこれここで止めるとかあるかな、ヨーコだけは出さないみたいな、そういう話はもしかしたらありえるな、でうるわしのうるわしじゃない翼のまやかしからのヨーコうるわし出していく、でちょっと一回ダッキー出さないで、ダッキー的になっちゃうからシンプルに、セットでバトルフェイス入る、バトルだバトルゴー、これ通んのか、まさかそのクセカード使わなかったっていうことはこのカードが通ると言ったところ、月の書なんで打たないの、なぜ打たない、わからない、なんで打たないんだ、月中のランクマップリングわからない、なぜ打たない、なぜだ、わからなすぎる、サイクロン何めっちゃ強いじゃねえかお前ハンド、なんで打たないんだ、わからんけど、なぜ打たなかった、月の章まやかし知らねえな、さてはまやかし触ったことねえな、いやまやかしってマジで月の章マジきつくて裏返された瞬間終わるんですよね、なんでかっていうとシンクロテーマだからです、はい、シンクロテーマなんで、で魔導騎士ガイアからのダークレアか、おっとこれ殴ってきてくれる説あるか、殴ってきてくれる説、いやこれ結構辛くて、陽子くんは破壊されると墓地からまあレベル7の天狗が出てくるんですけど、これ走破するガイアがあると出てこれないっていう話あるんですよ、これ殴ってくるんじゃね、これ殴ってくれたら激アツの展開が待ってる可能性がある、これ死者蘇生ドローできるぞ、来たいけるぞいけるぞ、であれっていうのはあれだろ、あのガイアだろ、いけるぞ、魔導騎士ガイア OK、で魔導騎士ガイアの効果発動したら5200になった、いいそれは全然問題ない OK、 いやこれは最強すぎる、これねかなり強い、これマジで強い、このドローはマジで強い、いこう、スキル発動ディスティニードロー死者蘇生、俺は確定で死者蘇生をドローさせてもらうぜ、そして手札よりマジックカード死者蘇生を発動、死者蘇生の効果により冥界の扉を突き破り、今こそ現れろルワシのまやかしヨーコ、このモンスターは墓地から特殊召喚に成功した場合相手のモンスター一体を選んで破壊することができる、さあこれを破壊したらちなみにヨーコが出てくる、ヨーコじゃねえや天が出てくるぜ、こいつを破壊してもらうと今度は天が出てくるぞ、お破壊できる、でかい破壊できるのでけえ、おらおっとクソだこいな、なんだてめえ妖刀知らねえの方が知らねえのか、妖刀の知らねえの効果発動、俺は毒のまやかし不思議をゲームから除外し、あやかし神知らぬいを特殊召喚し、あやかし神知らぬいの効果発動、シンクロモンスターを除外することにより相手のフィールドのモンスターを一体破壊しながら選んで、打点がアップしていく、そして俺はうるわしのまやかしダッキを召喚、レベル7のモンスターにレベル2のモンスターをチューニング、シンクロ召喚ドラッグオンバーミリオン、ドラッグオンバーミリオンのモンスター効果発動、チューナーモンスターを墓地から除外し、お前のフィールド上のカード1枚を破壊する、つえー
なんて強いんだ。死者蘇生1枚から劇的にやべえことが起きる。このデッキ神デッキですね。はい、さあお相手の方イシュタール石津さんですね。はい、よろしくお願いします。ケル先輩、いやーまあまあまあ浸透はできるけど妨害は無理弱っ。おなんだてめえ、そんなくさらご展開で俺様に勝てると思ってんのか。影物奇跡問題発生しんだ。影物召喚効果発動。あ、通る。狡猾マジやめて、狡猾だけマジやめよ。一旦こうですね。で、こうですね。で、麗しをしていって、麗しにつららをしていって、で、つらら効果で妖刀。これ狡猾でもねえな、怖えな。なんだあれ、あれなんだ、波紋とかやめてね。マジで波紋はケアできない、このデッキ。で、おぼろ車、これあれか、落ち行きか。これは波紋のバリア踏んで落ち行きか。いやー、とりあえず全部通していくしかない。だからギリギリ勝てないのうぜえな。打点ゼロだしな。バトルフェイズ、とりあえず一旦これマジでやめてください。あ、通る。何そのステカード、そのステカード何、弱すぎない、何これ。普通に何ノーガードエンドじゃん実質。あいつなんだよ、あいつ厳正復帰の制約。うわうわ、俺のまやかしたちが全部ワイドになってしまった。そこまやかしてんじゃん。やばい、なんだこれ、やばいこと起きてる。なんか知んないけどルミナス、やばい、俺のまやかしが全部ワイドに変わってしまった。そんなバカな、なんだこのデッキ、意味がわからない。厳選域の制約とかいうスキル、これどういう条件だっけな。なんか2000減った後みたいな感じだった気がするな。レッドワイズアンネタネクロ、打点高っ。バトルフェイズやばい、それはさすがに。うわー、痛え。嘘だろ。